皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑感はですね、もし時間割をするなら、そんな話をするんですけど、時間割っていう考え方は、手帳術の中では結構セオリーというか、よく使われるテクニックで、まあ、ね、有名なやつだと、ポモドーロテクニックと、25分間頑張って、その後5分休むと。っていう話だったり。まあ、その倍になってる場合もありますよね。50分間頑張って10分休憩みたいな。まあ、そんな話を、こう、よく手帳術の中ではされてるんですけど、私、それしてるかしてないかって言われるとしてないんです。で、私の場合は、タスクが、きちんと終わったら、キリがいいとこで休憩。まあ、基本行動管理って、旗印にしてるんで、要するに、こう、電話1本3分かかります。そんな話でも、3分終わったら、あ、終わったって言って、休憩とかっていうのはちょっと、するかどうかっていうのは別にしても、少なくとも、タスクが終わったところで、一旦こう、気持ちを切り替える。そんな風にはしてるんで、だから、あえてこう、50分とか25分とかっていう集中の仕方はあまりしてない。まあ、あくまでもそれって時間管理だと。で、もしそれをね、私がその時間管理をするんだとしたらどういうふうにするかというふうに思うんですけども、まあ、例えばね、その50分で10分休憩みたいな。そんなことをするんだとしたら、まあ、私の場合だったら45分間は、集中します。で、残りの5分間で、まあ、振り返りをして、で、その集中してたことの、まあ、まとめというか、次どうしようかなとか、なんか改善点ないかなとか、手順をこういうふうに書き換えたとか、いうことをして、で、かつ、残った時間で、次の準備をします。次の準備をしてから休憩に入る。っていう、そんなところをするでしょう。まあ、これね、何を言いたいかっていうと、まず、その 50分って思ってたものを45分に、まず縮める。られるかどうかっていうと、まずチャレンジします。ということが、まあ、まず一つ目の、目的というか、狙いです。で、二つ目の狙いは、手順を直すとか、振り返りをするっていう。まあ、要は、夜振り返りをするっていうことを、行動する中で、収めてしまう。そんな方法をして、まあ、結果的に言うと、夜の振り返りをしなくて済むようにすると。いうこと。で、3番目は、次の準備をちゃんとしておいて、もう次のことってやらなきゃいけないんだっていうふうに、まあ、ちゃんと覚悟を決めておくということと、次のその10分置いた後のスタートは、もう、その、タスクを開始するという、そんなふうにしておかないといけないと思っていて、で、まあ、それがね、うまくいってない人って、その、スタートしました。じゃあ、なんか、その資料を用意してとか、ペンを用意してとかっていうふうに始まって、で、まあ、ちょっとね、ちょっとしてから始まると。始めるのが、まあ、遅い。スタートが遅くなってしまうっていうのを避けるために、まあ、前の時にちゃんと準備しておいてとかっていうことをすればいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、これはね、うまくいかなかったら当然、その休憩時間なり、っていうところを使うしかないんでしょうし、最初はね、そんなにうまくいくかどうかもわからないんで、50分間頑張った後に、まあ、それをすると。そんなことではあると思う。ただね、ちょっとね、本来、そこって、休憩時間を休憩時間でちゃんと取りましょうっていうのが、本来の、その、時間割の目的でもあるんで、あそこのところはね、崩さないようにするためには、その、早く終わって、で、振り返りと次の準備をしっかりするというところに、まずチャレンジしてみてはいかがでしょうかというふうに思います。多分私が50分間頑張るというふうに宣言したんだとしたら、まあ、残りの5分間は次のことを考えるっていう、そのことに時間をまず当てるように考えますというところです。まあ、ちょっとね、参考にしてみてはいかがでしょうか。今日の動画は以上となります。
最後まで視聴いただきありがとうございました。のたかしがお送りしました。それでは。